画面の前の皆さん、どうも、クリスマス楽しくお過ごしでしょうか。メリークリスマスということでね、今回は、なんとですね、私、皆さんに、クリスマスのね、皆様が、パーティーで楽しめるような、ピザを作っていくという、企画をね、やっていきたいと思います。いや、ついに見せちゃいますね。ピザ。これね、申し訳ないですけど、一番ね、固まりましたね。得意料理はね、もうピザってね、もう昔から、まあ5年前ぐらいから言ってるんですけど、ちょっとまずはね、もう視覚で今日は見てってもらえればいいかなと。いつものような、ふざけたような、実況ではない、料理はやりませんので、そこら辺はね、もしかしたら面白くないかもしれない。ね、手際がもう違うでしょ。いつもと違ってね。で、ここでね、ちょっとなんか硬いですね。水ですね。やっぱね、水が必要なんですね、これね。水がね、何本か必要になってくるんで、大量購入しましょう。はい。もうね、いつもはね、まあ、ふざけてるわけじゃないですか。皆さん笑いを取ろうと。ね、無理くり笑いを取るような方向に持ってっている。まあ、もう今回はね、申し訳ないです。皆様のね、クリスマスを私は応援したいという気持ちでやっておりますので、非常にね、美味しいピザを焼いていこうかなという気分でございます。なのでね、一切のギャグなどはございませんね。はい。いや、皆様いかがお過ごしでしょうか、クリスマスはね。やっぱね、皆さんやっぱり今年はね、何かと、まあね、あまり声を大にして言えないですけど、表にね、ちょっと出かけることは結構なかなかしんどいね、世の中になってますのでね。うん。まあ、おかげさまでね、私のね、ピザ屋もね、なかなかお客様の入りがなくてね、大変な思いをしてるわけですね。うん。先月も従業員が、1人頭、5万しかちょっと給料がね、出せなかったんですけども、まあその辺はね、みんなで頑張っていこうと。まあ、お金じゃないよ、気持ちだよねっていう、そういうね、気分でやっております。さあ、塩がね、結構ね、これね、大量に入れなきゃいけないので、塩を大量に入れていきます。ね。まあ、陽気の音楽が流れてくる。ね。今回ね、もしかしたらね、クリスマスっぽい音楽をつけないで、あえてこの店内のね、BGM を聴いていただくような感じになるかもしれませんね。100g ぐらいいっときましょうかね。うん、はい。でね、結構今入ってますね。じゃあ、早速練っていきましょう。はい。スイッチオンと。お、ちょっと待ってください。なんか異物が入ってるみたいですね。おかしいな。異物なんか入ってたかな。うん。あ、なんか入ってますね。まあ、これはご愛嬌ですね。うちよくこういうの入るんですよね。うん。先月もね、なんていうんですか。ちょっと待って。これは、よいしょ。はい。先月のね、バイトがね、この中にね、ガチャガチャのカプセルを入れるっていうね、事件があってね、ちょっとツイッターの方でもね、なんか結構それが炎上したみたいなんですけど、まあ、それはいいとして入っていきましょう。はい。じゃあ、まずはね、生地を作っております。これはいずれできます。ということで、次はソースですね。ソース作りをしていきましょう。今回はトマトソースでいきましょうかね。やっぱ定番ですからね。これを10個もう山盛りにいっておきましょう。はい。山盛りいっとく。はい。山盛りいっときます。あとはソースね。ニンニクでしょうかね。やっぱね。ニンニクと、まあちょっとこの辺の赤ピーマンと、チェリートマトもこう、全体的にまぶしていく感じにしましょうか。ね。これでね、かなり違います。なかなかね、こういうね、細かい、マシュマロとかいいかもね、結構ね。うん。甘さがやっぱ、トマトはやっぱ酸味が強いのでね、これで甘さを足していくっていうのは結構ありかもしれないね。じゃあ、これで、よいしょ。ちょっと待ってね。開かないです。開いたやつだ。この中にこう入れていくと。マシュマロとニンニクはね、多分ね、ちょっと1個ずつ、よいしょ、入れなくちゃいけないんでね、まずはこっちから。はい、ニンニクを入れていきます。はい。はい、はい、はい。やっぱニンニク好きでしょ、皆さんね。いや、パーティーといえばニンニク。やっぱニンニクは結構多めにこう入れていく感じがいいんじゃないですかね。まあ、多分クリスマスの次の日はみんな休みでしょ。ね。マシュマロが取れないですね。マシュマロくっついたっぽいんで、まあマシュマロ今回なしにしましょう。くっついたっぽいですね。じゃあ混ぜていきます。あ、待ってください。これを置かないと。よいしょ。はい、混ぜていきますね。いい感じですね。これで今ソースが出来上がります。ね。ニンニクが 422g も入っていますね。相当なニンニクの量だ。さあ、生地ができましたね。うん。非常に美味しそうだ。どれも、まあ大体大きさは同じぐらいでしょうかね。今回タイでいきましょうか。ね。まあ、タイトルは、これは台無しになったピザ練り粉って書いてありますけど、おそらく、まあこれは成功でしょうね。うん。多分なんかプロの技ってやっぱり素人が見るとよくわからないっていうじゃないですか。そういうもんでしょうね、やっぱね。まあ皆さんが見たら台無しに見えるかもしれないですけど、私からするとこれは完璧ですね。はい。じゃあ次はですね、食材をカットしていきたいですね。ピザに乗せる。食材をカットしていきましょう。今回ね、やっぱ食材、上に乗せる食材をこだわるっていうのがやっぱりね、プロの技になってきますんで。リコッタっていうのは何だろうね。ちょっと聞いたことがないですね。チーズいこうか。チーズいいっすね。あれ、なんか落ちましたね。バッファローモッツァレラ。すごいですね、これね。なんか、脳みそみたいな。フェタチーズ。これすごいですね。フェタチーズ。四角いやつ。と、リコッタもいっときましょうかね。チーズが結構ありますね。じゃあ、とりあえずチーズをまずは刻んでいく感じ。やっぱ、ピザといえばチーズですからね。電動おろし器、自動カッター。ここですね。ここに入れていくと。入らないのかな、これ。入らないですね。よいしょ。ちょっとマシュマロが飛びましたね。これをセットして、からの、コート。入らない。入らないですね。これはどうし、あ、ここでいいのかな。まあ、いや、とりあえずちょっと、第一陣のソースが完成しました。いや、うまそうですね。なかなか。なんでしょう、これは。ニンニクがすごそうだな。やっぱ色がね、やっぱニンニク好きでしょ、みんな。うん。やっぱラーメン屋とか行くと絶対ニンニク入れません？僕絶対入れるんですけどね。まあ、次の日後悔するんですが。さあ、ここでもう一度このチーズを。入ったのかな、あれ。ハーブをね、入れていきたいですね、ここにね。ハーブは、バジルですよね。ここはちょっと真面目にバジルでね、はい、バジルを投入すると。はい、じゃあ行きましょう。OK です。さあ、じゃあ次はですね、食材をカットしていきたいところですね。肉とかね、やっぱ上に乗せるものが必要になってきますんで、どれにしようかな。それじゃあ、タレッチョ、フォンティーナ。全部熟成モッツァレラにチェダーチーズ、ペコリーノロマーノ、グラナパダーノ。全部自宅にありますよね、これね。まあ、今回ちょっと、そうですね、パンツェッタ、ジローラモみたいな肉がありますね。プロシェットコットにしましょうか。はい。注文のことは忘れてないね。ここはピッツァテリアの中、ちゃんとベルを使って注文を伝えてくれよ。ジジイがうるさいですよね、あれね。うちの社長なんですけどね、上ね。ジジイは働かないくせに、文句ばっか言ってくるんですよ、ああやって。よし、OK。ほっときましょう、あれは。今、そういうとこじゃない。さあ、それではチーズが完成したと思いますんで。あれ、なんかちょっとなんか、こんな練りになるんですね。待って。あれ、ちょっと待って。なんだ。あ、こっちに出てくるわけですね。なるほど。じゃあ、ここにチーズを置いていくと。はい。チーズは一体、いい感じですね、これは。これはいいね。もしかしてチーズもあれかな？一個ずつカットしていく感じなのかもしれないですね。で、ソースもできたと。じゃあソース塗っていきます。いい感じ。なんだろうね、なんか、僕たちの、みんなが見るチーズっていうかソースよりちょっとあれですね。ちょっと茶色い。ちょっと茶色い感じがしますけど。でもなんかまあ、焼くとわかんないよね。こうね。伸ばしていくとこう。はい。ね、なんかちょっとなんだろう。なんかちょっと若干脳みそ感が否めないですけど。で、チーズのね、この練ったものをこう足していくと。練りチーズを足すことによって、見てください。このチーズ感。いいですね、いいですね、いいですね。完璧じゃないですか。で、チーズを乗せていくと。バッファロー。バッファロー行く。バッファロー行きますね。はい。これだけチーズを乗っければ、かなり、プロシェットコットいきます。おお、うまそう、うまそう。なかなかうまそうですね。ちょっと足りないですね、食材がね。やっぱね。まあ、今回はパーティーに合う、やはりね、パーティーに合う、ピザということだったんで、もう今、ピザさえ出てこない感じでしたからね、危なかったですね、一瞬ね。はい、行きましょう。じゃあ、とりあえずこれ、まだバッファロー入ってんじゃない？入ってないですね。よし、行きましょう。あ、いいですね、いいですね。ちょっとこう引っ張って。はい。ちょ、どんどん行きましょうか。ね。ここに入れちゃう、目玉焼きを。はい。目玉焼きを、あえてペースト状にしていくことによって、まあ、目玉焼きが嫌いって人をね、結構ね、見受けるんですよね、やっぱね。目玉に見えちゃうと。はい。これをこう、ペースト状にしていくと。ちょっと見られてるみたいで食べづらいっていう人がね、たまにいらっしゃるんで、目玉、ちょっとこれ、チーズの練りと被ってるんで、ちょっと端っこにしましょう。はい。これ目玉焼きの練りですね。はい。こういう感じで。はい。エビ。いいですね、いいですね、いいですね。ああ、このままいけるんですね、エビもね。はいはいはい。エビはこのままいけちゃうと。はい。こんなもんか？食べ盛りもいると思うんですね。うん、すごいな。コーヒー豆みたいななんか、ね、ひき肉が出てきましたけども、はい。これを入れていくと。ね、イカ入れておきます。ちょっと地面ですいません。ちょっと短縮して。あ、いいですね。イカリングってやつでしょうね、これね。よし、じゃあこれでいきましょう。OK。さあ、まずじゃあイカから。イカ。イカを、こう。エビもいきましょうか。エビはイカの下に隠すような感じで。はい。あー、いいですね。色の感じがなかなか。せっかくなんで、この全部食材をね、乗せていく感じがいいと思うんですよ。余らせるとね、やっぱり良くないので、乗せていくひき肉ですね、これね。はい。で、これが、何でしたっけ？ブラジールを乗せていくと。まあ、なんならもうこれ全部乗せていっちゃいましょうかね。食材余らせると、ね、社長のね、じじいがうるさいんで、全部乗せていくと。せっかくなんで。はい。もうひたすら乗せて、山盛りにしていくと。すごいボリュームでしょ？これ、このレベルをドミノピザとかで頼んでみてください。多分ね、5万ぐらいしますから、本当に。最後にこの目玉焼きのソースをこう、乗っけていくと。完璧ですね。じゃあ、そろそろ焼きに入りましょうか。ね、なかなか、あ、いいですね。見栄えも、ボリュームもあってね、満点ですね。じゃあ、まずは、はい、火をつけていきますね。はい。はい、火をつけていきますと。はい。皆様のね、クリスマスのために私はわざわざ、このね、ピザを作ってるわけなんですよね。結構ね、時間もね、大変なんですよ。まあ、動画を撮ったりね、編集したりと考えたときに、やはりね、その合間を縫ってピザを作る。結構ピザっていうと大掛かりじゃないですか。さあ、やっていきましょう。パイではないですからね、皆さんこれ。勘違いしないでください。これピザですから、あくまで。乗りましたね。いいですね。完璧。ちょっと待って。はい。あ、なんか減った？はい。なんか処理が重いですね。気のせいでしょうか。はい。これでいいですね。はい。ちょっと置いときましょう。さあ、ピザが完成するまでに火力を少し強くしておきます。はい。はい。はい。さあ、ピザが、はい。いいですね、いいですね。焼き加減がね、やっぱ大事ですから、ちょっとこんがりめにいきましょうか、今回ね。はい。こんがりめにいった方がいいですね。うん。ちょっとこれをもう少し、火力はもう十分みたいですね。いや、これだけのね、レシピをやっといて、今回ね、カメラがあるんでね、やっぱカメラで撮っていきたい。最終的にはね。はい、行きましょう。そろそろ出来上がった状態でしょうか。このね、インスタとかさ、やっぱツイッターとか流行ってるじゃないですか。でやっぱりね、こういうので、やっぱり SNS に上げて、まあその、うちのピザの良さを伝えていくというのが、やはりね、最後の締めくくりはやっぱカメラなんですね。時代はカメラ。ということでね、さあ行きましょう。注文のことは忘れてないね。ここはピッツァテリアなんだから、ちゃんとペロを使って注文されて、うるさいじじいですね、本当に。さあ行きましょう。さあ出来上がりました。私の特製ピザ。パーティーでも食べれる。ちょっと、あんまり変わらないですね。はい。震度、はい。視野角、はい。はい。まあ、とりあえずこんな感じですね。はい。皆さんね、まあ、普通に、ドミノピザで頼んで、クリスマス楽しんでください。